サニーだな、カズヤとユキでーす。パラパパパパ、今回は、まあ、遅いっちゃ遅い、遅いっちゃ遅い。ジャルガニ君の新商品が出たみたいで、その味がピシューバーン、レモンティー味、イエーイ。ということで、まあ、今更ながらこれを早食いを調整していこうかなと思います。すごいリプトンのなんかレモンティーみたいな感じ。開けていこう。当たり付きだからね、これ当たったら面白い。ほら見て、バターの香りぐらいある。いや、朝の香り絶対起きるよ。いいか。では行きたいと思います。同時に始める。じゃあ撮ってやったら OK。 じゃああんたがスタートって言って、自分で。アミーナー、やるしな、アイス溶けちゃうから。いくよ、くるよ。ああ、四角カフェ趣味テクト。いやもうめっちゃこぼしてるけどね。下見えてないから感じ、めっちゃこぼしてるけどね。あ、違う。これもコンポタージュが欲しい。あ、味的には超レモンティーリプトン、おっせ。しかもハズレ。もうそれ食べる気ないでしょ。あるよ、お送りじゃん。あ、早く食べないと。やだー。あ、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 はい、結果は2分44秒88でした。達也今日頑張って思ったんだけどな。ほど遠いったらほど遠いよね。結構つらい。これは2048、ね、約2分38秒あんたはもう負け取るってこと。おう、じゃあゆうきをやっていきたいと思います。溶ける前にもうかじり始めたらスタートして、うん、いくよ。夏夏夏夏ココナッツ、アイ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 。でも結城なんか結構顔がでかいから、その分口もでかいと思うし、多分結構アイス食べるの早いなと思うんだけど。アタムキン、会いたい会いたくて会いたくて震える、会いたい会いたくて会いたくて震える。頑張れ頑張れ。もう食べたくない。もっと。あい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 。味はくそうまいけど。はい、食べ終わりました。終わりました。いや無理だわ。これねー、ごめん。なぜストップウォッチ変なところで押しちゃってた。何秒だろう。これはね無理、頭が痛い。味はまあマジで本当にレモンティーで美味しかった。美味しかった本当に。レモンティー味って感じ。いやそりゃそうでしょ、レモンティー味なんだから。でもすごいね、8秒って何。いやすごい、口の中すごい熱いだな。え、何口？一口だったよね、もうなんか丸飲みぐらい。マジで。まあでも、みんなもレモンティー味でトライしてみてください。何みんなでトライしてみてくださいって。とりあえずでも、味はマジで超美味しい。理由前にさ、食べないでしょ、みんな。そうでしょうね。寒いから食べるっていう人見るけど、でも本当にそれぐらい美味しかった。とりあえず久々食べたかも。確かにね。あれこれ、早食い何回やりましたっけ。4回すげえ覚えてる。話、ゆで卵。あれそう、私これだわ。嘘。頭がもう美味しかったもん。言ってたのが全然美味しくなかった。だってあれ、その途中で普通にもう食べたくないって言ったら結構ガチめだったから。うんってやりたかった。だから僕毎回言ってるんだけど、早食いより大食いの方が得意だって言ってるのに、早食い早食い逆流炎っていうお病気なのよ。一気に駆け込むとすごい出てきそうになるの。なるほどね。達也は受け負った仕事は何でもやります。頑張ります。あー、なんかこいつは今日キレぶってるわ。何なわけ。頑張ります。何でもやります。何でもやるのね。はい。
皆さん聞きましたが、何でもやるそうです。何でもほぼやります。変えるとダメよ、ほぼカットで何でもやりますだからだけほぼやります。じゃあちょっと達也のね、嫌がりそうなことをやりました。なんでなんで嫌がりそうなの。何でもやるんでしょ。なんでなんで。じゃあでもこれ、お釜に二言はない。あ、ないのね。おー、さすがに達也はまだまだ底辺のお釜だから5秒前に言ったことと違うわね。まあ、ということでですね、今回は無理でしたけども、なんかしらかしたいのよ。あの早食いが無理なら、なんかしらでやっぱり他の YouTuber とかに勝ちたいっていうか、だからこっちがもう考えたことを逆に挑戦してみれば。チョコバナナ、チョコバナナ丸飲み、奥まで行こう。どこまで行けるかってこと。絶対や、卑猥だわ、卑猥。ということで、高評価、YouTube のコメント、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、セカンドストリートの達也とゆきでした。